実験大好き MNF です。今回は久しぶりの里帰り、アマチュア無線を堪能、でもアンテナがない方多いんじゃないでしょうか。解決、いつものノリで解決方法を紹介させていただきます。日頃の移動運用の成果が現れるお手軽な方法を紹介させていただきます。 QSO パーティーの活動報告もさせていただきます。新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。まあこういう形でね、久しぶりに里の方を帰っております。ちょっと設備もね、ちょっともう何も揃ってないっていうんですか、まあ無線機もね、倉庫から引っ張り出してきた無線機とか、まあ故障もしてる無線機があってね、えらいことになったんですけどね、大した構図じゃないんですけどね、誠に申し訳ないんですけどね、見づらい点お許しいただければと思います。アンテナがない、どうする。まあまずね、皆さんそうやと思うんですけど、こう里帰りしてもね、家にアンテナセットされたままの方っていうのは結構もう少ないんじゃないでしょうか。で、私の場合はね、車でね、だいたい家帰っております。またね、大阪と愛媛松山です。車でだいたい4時間、まあ5時間あれば帰れますのでね、まあ私の場合はね、車活用しています。あくまでもね、今回ご紹介させていただきます事例っていうのは、車中心の方の方が多いのかなというのを前提にね、車で帰った時にね、まあ移動用のアンテナがね、有効活用できますよっていう事例をね、紹介させていただければと思います。里の方にも駐車場があるようでしたら、いつものね、アンテナ車にくくりつけてね、運用してみてもどうかなとは思います。私の里ちょうど駐車場があるんでね、この辺かな、ちょっとまあ場所ねずれてたら申し訳ないんですけどね、車のねボンネット開けまして、そこにアンテナ固定しております。こういうような形ですね。まあこの下の方がね、チューナーで、上にね10メーターの竿をセットしております。でこういう形でね、まあボンネットの金具、これね、以前ちょっと動画でも紹介したことあるとは思うんですけどね、まあこういうような金具をね、手作りして、ボンネット穴、これ実際に、ね、塗装用の穴で、だいたいどのメーカーさんも今でも開いてるとは思うんですけどね、開いてない車がありましたらね、この手はもう使えないと思うんですけど、今のところはね、塗装する時にのためのね、穴っていうのをね、活用させていただきまして、そこにね、ちょっとこういう金具セットしてアンテナ取り付けているような形で運用しております。この方法ですとね、やっぱりゆったりと運用できないっていうんですか、まあ短期のね、1日2日しか里に帰れない時はね、もうこの手で結構運用してるんですけどね、今回はね、 QSO パーティーもあります。もうちょっとね、ゆったりして運用したいということで、ちょっとね、別の道具用意させていただいております。自宅からゆっくり運用。自宅の方、自分の部屋の近くにね、ちょっとアンテナ置くスペースあります。ただ車の駐車場からは離れてるんでね、そこからちょっと同時ケーブル引き回すのもおかしな話になるのでね、まあ今回はね、この自立スタンドを用意しましてね、要は車のボディでない自立のスタンドでね、固定する方法を簡単に紹介させていただければと思います。自立スタンド、一応5メーターのツイザーをね、前提に使っております。まあここまででしたらね、まあ今までの経験でもね、自立スタンドでね、十分固定できているような形になっております。準備させていただいた道具はね、このような形になります。実際にね、上にあります白いもの、これがイレクターパイプで、下側がね、これツイザーを、これいつも使っているやつですよね。で、あとは同軸ケーブルとか、まあ、小物を入れているボックスをね、所定の場所に置かさせていただいております。先ほどあったイレクターパイプ、組み立てますとね、こういう十の字、非常にね、普通三脚とか使われる方も多いと思うんですけどね、三脚ですとね、やっぱり重心が高くてすぐこけます。私はこのような形でね、もう重心を徹底的に下げましたね。こういう自立のスタンドをね、まあ自作というかね、ホームセンターでイレクターパイプを組み合わせて使っているような形になっております。いつもやってます4分の1ラムダ GP もこんな形ですね。まあこの部屋ね、いつものセットと大体一緒です。ツイザーのね、先に固定させていただいております。数日間、今回4日ほど滞在予定ですからね、万が一雨降りますとね、やっぱり同軸ケーブル傷めたくもないのでね、このような形でね、ペットボトル、まあこれビニールでもいいんですけどね、ビニールだとすぐ破れたりするんでね、私はこうペットボトル 500cc のね、ペットボトルの下だけちょん切りましてね、要はそこからコネクターなる部分だけ突っ込むと U の字に曲げて突っ込みましてね、まあ固定していると。まあ長期にはね、こういう使い方できないとは思うんですけどね、雨に濡れる可能性があるようでしたらね、意外とこういうペットボトル捨てずにね、使う方法も便利、いいんじゃないかなと思っております。こういう形で常時やっぱり上げっぱなしにしてますとね、強風が吹いて倒れるのもね、また困ったもんですからね、いつもはね、このような形でツイザーを一番下まで下げた状態にしております。使った場合はこのような形、目いっぱいまで上まで伸ばしております。いつもでしたらね、これが車のボディに固定するのが前提になりますけど、今回はね、平たいところで、これはちょっと2階のバルコニーがたまたまね、私のいつも使ってる部屋なんでね、
まあ、バルコニーのところにね置けましたので、地上光もね稼げているような状態となっております。風が強い時があります。下ろして使うやり方もあるんですけどね、私は時々ねこのような形で雨どいのところにね釣り竿を当てまして、紐とかねこの時アルミの線でくくりつけたんですけどね、まあ倒れないようにしとけば、まあこれぐらいのアンテナでしたらね、まず少々の突風が吹いてもね耐えてもらえるんじゃないかなと思っております。 1.8 メガもねできれば固定です。運用できれば面白いかなと思いましてね、10メーターの方のね竿の方も準備させていただきました。先ほどはエレクターパイプなんですけどね、エレクターパイプですとちょっと軽いっていうんですか、強度よりも足元が軽いということで、今回はね足場パイプ使わせていただいております。で、足場パイプをねこのような形で十の字に組み合わせまして、下のねこの鉄製のジョイントがね適正なやつが手に入らなかったんでね、この垂直方向だけはね T の字型でやっております。ですので固定がねいまいちしっかりしてないんでね、まあステイを貼っております。場合によりましたらね、大きいアンテナでしたらもう一方方向計4本ステイ貼ることがあるんですけどね、この場合はとりあえず小型のアンテナです。2方向だけにねステイ貼って最低限の強度をね保つようにしております。端っこはねパイプです。カーテンフック用の鉄の金具のようなんですけどね、それでちょっとパイプの中に突っ込んで引っ張り上げているような形となっております。釣り竿を固定するところは同じくねこういう足場パイプのアダプターでね、こういうこう元々木の板かなんかを固定するんですかね、それをするためのね金具をこのような形にセットさせていただきまして、釣り竿をセットしまして、チューナーもね 1.9 まで耐えられるだけ、まあコイルをね増設しているような形となっております。これ下から見た感じがこんな形ですね。ピューっと10メーター、なかなか写真撮ろうにもね撮れないんでね困ってはいるんですけどね、10メーターの釣り竿の方もねセットして 1.8 メガに対応できるようにね準備させていただいております。ポイントはねやっぱり運用する部屋の近くに置けるのが一番いいですね。やっぱり同軸ケーブルを準備するのも大変です。車の近くでしたらねもう車をベースにしてしまえばいいんですけど、車から離れてしまう場合はねこのような G2 スタンドを使ってね、今まで使っているアンテナをそのままね使うこともできますので、まあ G2 スタンドっていうのもね稀に使うことがあるので、私はね時々ね準備しているような形となっております。でこのアンテナの方で140から430メガ、4分の1ダムダーの GP と実際 10m の釣り竿に 10m のアルミ線固定しております。これで一応 1.8 からね、まあ、50メガまで運用できるような体制でニューイヤーパーティー備えておりました。アンテナは下ろした方が安全。やっぱアンテナをね常時セットしていくとね非常にいつでも帰って運用できるとは思うんですけどね、やっぱアンテナっていうのは5年10年経ちますと必ず傷んでくると。で台風が来てねやっぱりこう傾いたりする場合もあると思いますから、やっぱり無理せずにね、まあ常時はやっぱりもうアンテナっていうのはもう倉庫にしまった方がいいのかなと。下ろせる時にね下ろさないと台風来たからって言って里に帰ることもできないですからね、もう私は基本ねもう倉庫に片付けてると。でアンテナもねそんなもう大規模なアンテナを用意することなく、まあ、いつも使ってるアンテナをとりあえずセットして細々とね運用を楽しんでいるような状況です。やっぱり何を言うてもね安全第一っていうんですか、やっぱ毛があったらいけないんでね、本来ですとね真夏とかですと屋根の上にアンテナ固定する時もあるんですけどね、やっぱ冬はね風が吹いたり寒いです。やっぱり寒くなるとね体が動かなくなりますからね、まああんまり屋根の上にもね上がらないように気をつけているような感じとなっております。公共機関で帰られている方ですよね、私みたいに車で帰る人間でしたらね道具一式ポーンと持って帰れるんですけどね、公共機関でね帰られる方っていうのはそういうこともなかなかできないと思います。まあ、できればねこういうアンテナ非常用ということでもないですけどね、まあ倉庫にでもしまっといている時だけ引っ張り出すような形、車に返すか倉庫に返すかだけの差なんですけどね、こういうアンテナをね倉庫にしまっておきますとね時間がある時に里からでもね運用を楽しめるんじゃないかなと思っております。無線機どうする。まあ無線機ですよね、もう今回もねこういう形で少し無線機並べさせていただいてるんですけどね、1台ねちょっとね430メガの無線機が昨日までちゃんと動いてたんですけどね、見事に朝電源入れましたら故障しました。まだねその故障原因っていうのが大体分かってはいるんですけどね、やっぱり古い無線機、やっぱり使ってない無線機っていうのはねやっぱいつ故障するかよう分からないと。まあ今回もねいつも車に積んである991持ち込んであるんですけど大活躍してるんですけどね、やっぱり無線機っていうのはねこう倉庫にしまってあって使ってなくても間違いなく劣化していってると。もう20年30年、もう皆さん下手すると40年選手のね無線機もお使いかと思います。まあ正直言いましてね使ってない無線機ほどねここ一番アンテナも準備しました。いろんなもん準備してもね無線機故障してたら電波出せないんでね、
無線機だけはね、もうできるだけ、まあ、移動用の無線機っていうんですか、まあ最近でしたね、 IC の705とか安さんのね FT817 とか818ですよね。まあこういうようなね、まあ、移動用の無線機がね持参できるようでしたらね、持参して万が一にね備えていただくのも一つの手じゃないかなと思います。本当にね久しぶりに無線機入れますとね、もう日に日にというか年々ですね、無線機の調子が悪くなっているのがね現実問題じゃないかなと思っております。2020年1月2日の QSO パーティーのねちょっと状況を簡単に報告させていただきます。まあ詳しいことはね多分皆さん YouTuber の方がねあっちこっち地方の方、東京の方、大阪の方、いろんなね都市部の方もねいろんな情報を出してると思うんですけどね、私の住んでるようなね、まあ、四国松山40万都市、もうちょっと今あるんですかね、多分周辺に合わせますと50万以上の都市なんですけどね、もう2メーターは土日通常はガラガラですね。でニューイヤーパーティーのシーズンって言ったらね、そこそこ運用局出てます来るんですけどね、毎年よくね QSO する方ともねご挨拶がてら少しだけ情報交換させていただいたんですけどね、実際のところはね、なんかやっぱ今年も少ないっていうか去年よりも少ないんじゃないんですかみたいな形で、結構ね UVHF 見通し範囲の局長さんっていうのはね確実に増えてないような、減ってるような傾向だと思います。多分今日2日ですね、3日で4日から仕事やと思うんでね、もう地方都市では多分 UVHF20 局できるかどうかわからないような形となると思いますから、ぜひともね明日までに UVHF だけで運用される方はね試していただければと思っております。ただ7メガの方は結構混んでるようですね、ワッチしましたけど、やっぱりね7メガはほぼ全国今日コンディションが比較的いいようですからね、あの各局さんが出ておられてね結構空きチャンネルがないぐらいまで混んでおります。さすが天下の7メガですけどね、特に7メガが出れるようでしたらね、まあ、全国相手に QSO パーティー楽しめます。まあ、CQ を出されている局長さんあたりを中心にね本局読んでいけばね意外と簡単に20局はね達成できるんじゃないかなと思っております。 QSO パーティーしてね皆さんそう思うと思うんですけども、1年に一遍しか私出ないんですよという局長さんも多いんでね、やっぱりこれがある意味ね QSO パーティーの楽しみというか久しぶりですねみたいな形でね、最近でしたらやっぱり20年ぶりとか30年ぶりの局長さんが結構多いですね、地元に帰ってきたんですよみたいな形で、ですからまあいつもね QSO できない方で CQ も出ないで CQ も取ってもらえないことも多いと思うんですけどね、ニューイヤーパーティーのねシーズンっていうのは CQ 出される方取る方も比較的まだ多い傾向だと思います。昔よりはね少なくはなってるんですけど、ぜひともね皆さん頑張っていただければと思っております。まあなんとか20局完了させてね、まあログを提出すると、でまた時間が空いてるようでしたらね、私も結構あまり QSO しないタイプです、まあ、できればねこのシーズンにね、まあ1年分とは言わないんですけどね2ヶ月分ぐらいのね QSO を楽しんでいこうかなと思っております。まとめの方をさせていただきます。まあ本当にね申し訳ないですね、なんかちょっともう殺風景でもう完璧に里の部屋は全部ガラガラに咲いてしまったんでね、もう何でもないですしね、もうこのバックのね状況ももう昭和感漂ってて申し訳ないんですけどね、まあまあまあこういうのが里やと思います。まあお許しいただければと思っております。あとやっぱりねこう久しぶりにね QSO を楽しむってね、昔よく QSO したローカルさんが結構出ておられると思います。ぜひともねそういう方と QSO をしながらで、ニューイヤーパーティーのね全般は皆さんねやっぱ忙しいんでなかなかねラグチューしづらいんじゃないかなと思うんですけどね、まあ今日の夜中明日ぐらいになりましたらね、まあぼちぼちモードに入ってね、ある意味10分ぐらいのラグチューには付き合っていただける局長さんも出るかと思います。ぜひともね地方のねアマチュア無線の実態 UV とかね、まあ、HF 含めていろんな情報ね知ってるアクティビティの高い局長さんも出ておられますので、ぜひともね情報交換をね楽しまれたらどうかなと思っております。こういうのやってみますとね、久しぶりにねこうやって車以外のところに引っ張り出して運用したりしますとね、ある意味やっぱりねいつもの訓練っていうんですか、移動運用イコール訓練なんでね、まあ、やっぱりその成果が現れているというんですか、忘れ物も全然なかったんでね、やっぱりいつも使ってる機器機材っていうのはね忘れることもないですし、大体調子がいいっていうんですか、そういう意味合いではねいつもの地味地味移動運用がねこのような里帰りにも大活躍しているような感じとなっております。でただね久しぶりにねこうやって地味な設備ですけどね、固定で好きな時に電源入れてのんびりした空間で固定運用楽しみますとね、やっぱりいつでも好きな時にワッチできます。今までですとね時間を作ってアンテナをね5分なり10分かけて立てて落とすっていうことをしないといけなかったんですけどね、
固定ですとね、全然こういうことする必要はありません。好きな時にいつでもワッチできるんでね。まあこれはこれでね、やっぱりアマチュア無線固定運用の方が面白いのかなとね、つくづく思ったような次第となっております。移動用の設備で仮設用の設備ですよね。こういうアンテナとか無線機っていうのはね、意外とね重要になるんじゃないかなとか思っております。私みたいにね、いつも移動運用してるようですとね、バッテリーを絶えず充電して使っておりますからね、まあまあ空っけつになっていることもありません。まあ無線機とかアンテナもね、車に積んでありますから、何かあればね、そこからすぐにね 1.8 メガから430メガまで運用できるような形となっております。まあこんなことがね、まあ、災害に役立つとは思ってはないんですけどね。まあただ電気だけはね、多分何かあった時に日頃のね、まあ、訓練の賜物が生きる時があるのかなと思いながらね、まああまり災害のことはね考えないようにはしてるんですけどね。まあまあやっぱりこういう活動のね延長線にね、いろんなことがね結びついてきてるんじゃないかなと思っております。まあ今年こういう形でね、1年、まあ、昭和感漂うバックからちょっとこういう形で動画作成させていただきました。また引き続きね、私の方も2日の夜中、3日、まあ時間がある限りはね、アマチュア無線楽しんでいきたいなと思っております。またね、お空で聞こえてるようでしたらよろしくお願いいたします。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。